皆様、おはこの夏版はチャンネルヨッタン、改めヨッタンチャンネルでございます。今日も、ドラゴラヨッタンしたいと思います。今日は天皇誕生日ですね。2月の23日、木曜日ですね。朝の10時40分、徳島県は徳島市から、ドラゴラしたいと思います。今日はね、この前までいろいろ動画上げてたんですけども、輪廻転生はしますとか、あなたは生まれ変わりますとか、なんかそのあたりいろいろ話してましたで、まあ一つそれは解決したんですけど、次にまた問題が出てきました。それはですね、生まれ変わるのはいいんですけど、例えば苦しい生活をしている人にとっては、また生まれ変わってもまた苦しい生活をしなきゃいけないんかなと思って、逆に嫌だなって思う人も多分いるのかなって思いました。なので今日はこの生きてる間において、どのようにしたらそのストレスなく満ち足りた感じで生きていけるのかっていうことに焦点を当てて、またそれを実現する道あるのかないのか、それをちょっと今日は考えてみたいと思います。ビーローズカフェなんで、赤坂ローズカフェ、まあ、やってるんか、で、ストレスなく生きるのにはどのようにしていけたらいいのかっていうことね。だから普通生活するしている中において、もう人間ってストレスの中で生きてるようなもんなんですよね。ストレスだらけの世の中です。でその中でなんでストレスを感じないかって言ったら、強靭な精神力とか、まあそういう、まあ波に逆らわないっていうかね、川の流れを船が進むにしても、川の水の流れに逆らったらなかなか前に進まないと。一生懸命漕いでもオールを漕いでも前に進まないけど、川の流れに沿っていくとオールを漕がなくてもスイ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 いける。まあそんな感じで世の中のこの流れにね、もともとストレスだらけのとこなんですけど、その流れっていうものがあるから、それに逆らわずに生きていくっていうのが一つ方法です。それがストレスじゃないよね。でもそうしても、あんまりいい顔の流れないなみたいな、全然ここ池で水の流れないんだよとかね、そういう場合もあると思います。なのでね、ストレスっていうものがあるので、それをいかにこのストレスがないように、ストレスを跳ねのけるっていうか、ストレスを感じないような状態、命の状態に持っていけるかっていうのが一番大事になってきますね。その今いる私とかあなたとか、いろんな人がこの時点においてストレスを感じない、むしろ楽しく感じるっていう、そういう状態にいかにしたらなるかっていうところですよね。そしたらそういう状態が続いていくと、みんな、ああまた次生まれてくるんだって言ったら嬉しいなって思えてくると思うんですよ。でもストレスなく生きていくっていうのはどのようにしたらいいのか、ある
程度はね、みんなある程度楽しめるような体制ができてるんですけど、人間の体制ができてるんですなかなかね、完璧には難しい。だんだん人間も人類も成長していってるんで、その体制も本当できていってる、もうかなりできていってるんですけど、まあ、もうちょっとね、人類が進展発展していくとより良い世の中になるのかな気がします。はい、世の中もそうですし、ストレス体制もできてくると思うんですよ。今どうしたらいいか、これ本当にねすごい難しい問題。前人のそのなんていうんですか、意識については9つ意識のレベルがあるって私説明しました、前の動画でね。でその中のその6番目と7番目のところで、あなた自身の考える力とか、まあ、無意識層まであって、あなたがあなただったとして自分を認識できる意識層が 6番目と7番目にあるって言いました。でその8番目についてはそのあなたの根源にある命、心がいろいろやってきたこととか、その辺り全部蓄積されていってる、記録されていってる。またその8番目のものっていうのは自分だけでなくって、その、まあ、大きなその8番目の意識の層っていうのは、それは他人でもちょっとつながっているということを話したと思います。8番目ね。でその奥にももう一個大きな最後の10番目の意識っていうのがある。でそこは本当にピュアで汚れがなくって、なんていうの、本当の最高のいい場所なんですけど、よくわからないんですけど、そういうところのことは勉強して教わったことがあります。で僕自身は大体8式のところまでは自分で考えて分かりました。自分で考えてね。で宇宙の8式っていうのがあって、宇宙にも8式があって、それも素晴らしくいいとこなんで、それとつながりがあるんじゃないかっていうのは大体わかりました。もともと9式っていうのはね全然わかんないんですよ。わかんないんですけど、まあその8式のことをわかれば大体何が起こってもなるようになるみたいな、そういう風な境地になるような気がします。8式ね。というか8式まで行ったらもう人間のレベルある意味超えてるんですよ。それをなんとなく僕は分かったんで、もうそれ以上のことはもう分からなくってももうそれで十分だっていう、ある意味そういう感覚がありますよね。十分ですよ。恐れ多いですよ。8式分かって9式までしろ分からないからって、8式で十分っていうところに来てますね、もうね。だからその8式まで来たら基本ストレスを あんまり感じなくなる傾向があります。まあなんていうの、それは今まで悪いことしたこととか全部溜まっていってるところだから、それに応じてあなたが生まれてくる場所に決まってくるわけだから、ストレス感じるには影響するとこなんですけど、まあ、それがそれと分かったら実施していきますよね。悪いことをやめようとか、でそういう意識になったらストレスって基本なくなるんですよ。発色になったら時代に考えれる、ストレス以前のことに気がつくからね。ストレスはどうでもよくなってきてしまうようなとこなんです、この8式。ある意味ちょっとこじつけみたいな感じもあるかもわかりませんけど、実際に8式知ってしまうと
しているっていうのが分かるから、他人から見てもあのその人の見え方が多少なりとも違ってくると思いますね。多少なりともね、自分最近思うんですけど、自分がちょっと、まあ、まあ会社にいたりいろんなとこにいたりして立ってると、その自分を客観的に見えてるなっていう部分が、なんかね、それに発信に気がつく前と気がついた後では全然違います。なんか自分を客観的に常に見ているなみたいな、その自分のやったことが人の心とかにどういう影響を与えるかっていうのを常に考えれるような立場になったって気がします。だから今までは過ぎ放題、自分がこう思ったらこうやるんだみたいな、ある意味人がどうかんもうこう感じるだろうけど、まあそれはそれだよねみたいな感じだったんですけど、それに対して慎重になるようになりましたね。この発識っていうのを意識しだしたから、自分を常に客観的に考えれて、こうやることによってある意味ではまあ正当なんだけど、ある見方によってはこれはちょっと変に捉えられるかなみたいな、そういうことも考えるようになって、まあ通常ではまあいいことやるんだけど、いいことやることによって逆になるパターンがあるっていう、そういうのを気をつけるようになりましたね。だからそう、自分が取る行動とかについても選択肢、今までいろんな選択肢あったけど、それがだんだん広まってきました。それはいいことだと思います。悪いことをしなくなったっていうことですね、極端に言ったらね。そういうふうなことがありますね。だからストレスを感じなくするためには、一つはその発識っていうものに気がつく、それをまず気がつくためには何が糸口なのかっていうと、この世の中のまあ目で見えてるとか、そういう物理現象から入っていった方が分かりやすいから、目に見えてるこの世の中っていうものがいかに緻密でシームレスで驚きのあるものかっていう、それに気づくかどうかですよね。なかなかね、普通生活していたらなかなか気づかないんですよ。当たり前と思ってるから、これは当たり前でないんですよ。それに気がつけば発信に気がついていると思います。全部そういう細かいことが全部宇宙のどっかで記憶されている、全部過去今起こっていることが全部記憶されているっていうことに、その緻密さと記録されているということに気づくと、物理的に記録されてたら自分のその精神、命になっていることもそれに記録されていることということに気がつきます。なので、発識っていうものを勉強して、僕が感じているそのさっき言う宇宙の緻密さと全部記録されているのかなっていう、それに気づいた時に、その生命論でいう発識の部分とタッチしたんです。タッチしたから、難しいですけどね。まずその全部今起こってることは、ちょっとこの全部のシームレスに全て記録されているっていうことにまず気づくしかない。そしてそこから全部糸口でつながっていって、ストレスの感じにくくなるし、視野も広くなって、自分の取った行動によってどんな捉え方が、こういう捉え方もされるし、いろんな捉え方もされるっていう、そういう自分の視野が広がるようになると思います。まずそこが一番大事なんですよね。行動に対して慎重になってそれもあるし、なんかいろいろね、この宇宙の秘密さと記録されているっていうことに気がつくと、何気ない全然今まで見過ごしてたことが結構大事なことあるんだなって気がついてきます。それはね、なかなか今では説明しませんけど、それとかね、例えば面白い応用編なんですけど、例えばある人が
もちろんね、いろいろね、人間だから、ね、考えてることは人で、ああしたい、こうしたいって欲望はね、みんな一度あるんですけど、そればっかりだったらストレスたまるから、そういう風な感じで逃げ道で、仮の対応をしていくというのが、そういうことができてくるんですよね。そういう8番目の意識に立って物事を考えると、で8番目の意識に立って物事を考えて、ここまでストレス耐性っていうか対応ができるんだったら、9番目のところに立ったらどうなるのって、恐ろしいですね。思うようになるんちゃう？どうでしょう？自分のこの考えてることとか、いろいろかな。思うようになるんちゃう？ちゃうん？我が人生自由自在。例えば未来のことが分かることができるとか、こうなったらこうなる。そんなの分かるんちゃうぞ。9番の意識に立つと、僕は予想とかそんなんできないけど、いやこれね、なんか9番目の意識に立ったら、こうやったら、次こうやってこうやったらいいよっていうのが全部分かってるんですよ。9番目って過去、8番目の意識までは、過去のことまでは全部記憶されて素晴らしいっていうのが分かるんですけど、9番目は未来のことまで分かると思う。だって予想できるんだ、多分9番目って。だからあなたが今取る行動はこうしたら将来最善にこういう風になるとか、ほっといたらこうなるから今こうやっといた方がいいよとか、そのあたりが多分分かって、時代の自由自在の人生を歩めれるようになる。ストレスをそういう世界になるんですね。だからそれに、例えばあなたはもう6番目7番目の自分というものしか分からないという立場の発信に気づいてない人たちがほとんどなんで、その人たちに言うと、あなたはそこの6番目7番目のところで自我っていうもので生きてるんだけど、その裏に8番目と9番目があるんで、そっちの方もある旧式にいる人から見ると、あなたが何やってるかって分かる。あなたにつながってる8番目9番目っていうのは、あなたのものはどんなんかっていうのを分かっている、あるんですよ。あなたの8番目9番目っていうのは、それに気づかないだけなんですよ。あなたが、そうだな、まあちょっと今日もいろいろ考えて、いろいろ分かることができていたからよかったです。
ライブ配信になりました。疲れてきたね。疲れてきたお父さん。ということで、今日はストレスを感じないようにするためにはどうしたらいいか、ちょっと論点がいろいろあっち行ったりこっち行ったりして分かりにくいと思うんですけど、まあストレスを感じにくくするのにはこうしたらいいっていうのを言いました。また別をこういう例えば旧式の立場の人、あなたにもまあね気づいてないけど8番目の意識とか9番目の意識はあるんですっていう、気づいてないだけ。それに気づくと8番目でもかなりストレスは和らげる。9番目いったら多分未来まで分かるっていうことを言いました。9番目いったら未来まで分かる。私も8番目しかまでしか分かんないけど9番目があるんです。それに9番目のところに立つと未来も分かるということは、今何してしたらいいかっていうのが分かる。まあそれ大体分かりますよ。55歳になって何したらいいのかね。まあある人大体わかるけど、それが明確にわかるんです。9番目に立つとね、まあ、1式から9式までっていうのは過去にいっぱい動画上げてるから、それ見てちょっと勉強してみてください。1年2年前ぐらいから上げてます。過去の動画にも載ってますけど、探すのが大変。まあタイトルに載ってるのかな、旧式について旧式論っていうのかな、そういうのを載せてるんで、これは昔僕が仏教について教わった学んだことが基本になって、それを基本にして言ってます。学ぶことがなかったらそういうのに気づきません。で、今になっていろんなことを気づいたことを並べていくと、その通り昔学んだ通りの構図になってるなっていうのが、この年になって初めて分かったんで、あ、すごいな、仏教ってすごいなっていうところに、仏教、仏法、仏の法則、仏の教えから来てるんですよ、仏教って。仏さんっていうのは多分お釈迦さんは、仏さんってお釈迦さんですよ。お釈迦さんの教えですよ。全部分かってるんですよ。まあなぜかね、そういうお釈迦さんとかキリストとかムハンマドかな、こういう人たちが生まれてきた年代と同じぐらいの時に生まれてるんです。それって不思議ですよね、そう考えたら。
YouTube 見ててもたまにいるんですよ。あ、この人も気づいてるなっていう人。だからそれについてアップしたりしてる人もいます。中に何人かはいます。そういないです。10万人に1人ぐらいいるんかな。ギフテッドではない。ギフテッドは IQ が高い人だと。僕も IQ は高かったんですよ。中学校の時に IQ テストしたらクラスの中では2番目って言ってましたね先生。さ、1番目の子は知ってるけど、1番目この子で2番目あなたですって言われて、それが田舎の学校なんでどれだけのレベルなのかどうかわからんけど、IQ と人間性とか全く別なんですからね。あれはどこまで IQ っていうのはどこまでその短期的な記憶が残ってて、思考力、関連性を瞬時にして割り出せるっていう、そういう風なことなんで、まあ、いろんなことが同時に常駐する、聖徳太子はなんか7人が言ってる言葉を聞き分けられたっていうの、あれも IQ の高さなんですけど、超人もうおかしいぐらいの、3つぐらいのことを同時に聞きながら分かるっていう人もいます。あることやってるのに違うことを考えながらやってる、僕も2つか3つぐらいのことを同時に考えてやってますけどね。気になってるもん、何違うことしてても気になってることってあるでしょ。そういうものですよ。だそのどこまで同じように同時に考えれるかっていうのが一つの IQ の高さと、それに対するつながりを考えていける、この IQ が130とか140の人はギフテッドって呼ばれてます。そう多くは今いない。でも必ずしも幸せになるとは限らないです。それはギフテッドでも幸せとは限らない。お金が入ってくるとは限らない。それとは別にその八式に気づくとか九式に気づくっていう人もある意味与えられた感じだと思います。多分八式に気づく人って10万人に日本に1000人いるかな。100万人以上だったら100人、10万人に1人ぐらいか、分かんないけど中間点を選んで10万人に1人、7、8万人に1人、そのぐらいかも分かんないな。それに気づく人って正味の話、大多数の人は私がこう YouTube で上げてても、この人何言ってんのって、それで終わるんですよ。ゆっくりゆっくり考えてみてくれたらすごい楽しくなってるけど、楽しくなってくる聞いてて。でも大体の人は面白くないって感じるんだよな。まあそれでもいいんですよ。気づく人のために喋ってるんだっていう風に、すごいなんか自分のことを持ち上げて、恥ずかしさもなく自分のことを持ち上げてこう言ってる風に見えますけどね。やっぱり人間で弁護士っているんですよ。自分で自分のことを言うのはおかしいから、根本的におかしいっていう感が感じるところあるから、だから弁護士っていうのを立てるんですけど、もう別にね、僕はもう弁護士立ててない自分自身のことを素直に言ってるだけなんで、別にそれはそれでいいので、はい、別にすごいんだとかいう、そういう自慢する気持ちも全然ないで、だ事実を言ってるだけで、結果的に良かったなっていうのがありますけどね。ライドセキュリティ、タックルをする、
スタッフ募集のサンライズセキュリティー、徳島県の会社か、 ローカルカンパニーですか。ルル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 ということで、今日はね、もうどうでもええようなことをずらずらずらーって言ったけど、まあこれを撮ったやつをまた自分でちょっと聞き直して、ただ要点だけに絞ってカットしながらね、いらんところもやっていってもいいかな。これ秋田町で、これ秋田町、徳島県の飲み屋街の秋田町、これちょっと入っていっていいんですよ。軽車両難しいです。歩行者道路の軽車両はあるだけど、軽車両歩行者道路これ通っていいんですよ。今この15時から23時だから、これが徳島県の秋田町でございます。5月からね、あれなんで、コロナが5類になるんで、そうなったとこからは友人とここに繰り出してこようと思います。秋田町の飲み屋街、今時間11時20分、こんな感じで、ゴミがいっぱい出てるっていうことはお客さんおるんだよ。昔は30年前とかだったらね、夜の土曜日日曜日の夜の7時8時とか行ったら、道まで人がいっぱいだったんですよ。で今の夜まだあんまり来てないけど、ガラガラです道。ただこの中に入ると人はいると思うんですけど、だから5月からね、ちょっと軽く飲みに、知り合いとね、そういうと思います。こういう感じ、境町2丁目北っていうところ、いっぱいあるんですよ、他にも。今は車で通れるからちょっと通ってみようと思うんですけど、左入れんやん、軽車両乗るって。これ行きたいなぁ。まあいいわ。秋田町、徳島県の飲み屋街、繁華街です。まあそういうね、楽しいところで飲むのもまあいいかな。今までもう3年ぐらいコロナで自粛していましたからね。で、これ左がそう、昔から20年前からある店もありますよね。さっき通ったところは通らないんで、また違うところ通りますね。私はよく来てたんですよ。僕はこっちに来るっていうか、名古屋の方でいっぱい行ってましたからね。高いお店、会社のお付き合いとかでも行ってたし、まあね、でもほとんどですけど、これ左行けるんですか。軽車両を除く、軽車両を除くだけど、19時から23時以外は通れる。あんま通ってないよ。すごい見てるな。秋田町ですね。栄町とか秋田町、まあ名前わからない。一般的に秋田町ってみんな言ってますけどね。すごい混戦はいいよな。これ飲み屋街ですね。ねえ、飲み屋街。懐かしいね、なんか。店
つも変わったところもあるんですけど、ここ10時に行くかな、10を無事に通ってみたいな。店があるっていうことはやっぱりそれなりにあのお客さんも来てるっていうことだから、徳島こんなとこしかないけどね、名古屋だったらもっとすごい。でも1回座って3万円ですからね、名古屋はクラブ行ったら4万ですからね、名古屋のあの栄とか錦とかいうとこね、そういうところに、ね、ここの左知ってるわ、これスナック京町屋言うて、僕の知ってる子のお母さんがやってた、今も多分ないけど、スナック京町、40年前、え30年前、ニャンコビーを ファッションエステ、エステだって、もしもしカメラ、こういうね、あのヘルス的な、あのちょっとエッチなところもありますね。ソープランドみたいなのもありますね。そんなダーティーなところもあります。ダーティー。ラーメン藤丸屋に知らんかったの。式亭、式亭発行、式亭発行。スナックドンファン。ドンファンやって、いけるんかい。じゃあもう一回今度は、もう一本行ったろうか。今度、斜めに行こうか。城町、富田町はまだ逆方向になるから、まあ、それは通らないけど、まあ、そんなとこですよ。夜取りに行きたいけどね、夜来たらちょっとなんか嫌からに絡まれそうな、徳島ってそんな悪い人いるかどうか分かんないけど、ちょっとこの前言いましたもんね、なんかゆすりたかるようなニュースになってたから、あんまりね徳島そういう田舎だから、あの思ってても痛みになったら怖いです、夜は。みんなに絡んで来られたら嫌だな、夜はね。取りに来ようとは思うけど、なかなか来れないんですよ。軽車両は左に、軽車両は左に行ける。車両は左に行ける。なんでそれ。ほんま行けれんの？行けるやん。なんだよ一体。さあもう一本行くわ。ここ行って、ここ行ったから。もう一本、こっち今日行きます。ここも軽車両を乗る。軽車両以外はこっち、軽車両以外は19時から23時以外だったら通ってみる。 EX クイーン裏口スナックスイート、スナックだって。何だ言ってスナックって、クラブとかラウンジって言ってくれ。スナックって何、食べるんか。スナックさっきね、向こうから行きたかったんだけど、来れなかったんだ。こういう感じ。
一方左、ああこの交差してるところは左から取ったらいいんだな。もうそれ取りますよ。多分ねもう店やってないと、昔からシーケル寿司ってお寿司屋さんがあって、結構美味しかったお寿司屋さん、大将がいて、この何回も行ってたんですけど、多分もう潰れてるんかな。左だったり、あるわ、まだやってるの。これシゲル寿司ってなんかネットから消えてたんですけど、右のこのシゲル寿司、あ、やってそうやな、よかった、まだこれ。でこの右再開っていうとこな、屋敷高人の徳島の女の人いるところ、屋敷高人の右、この左の店が、この白い壁のところが中央品がいっぱいいて、綺麗な、これ、この辺に何、高城の人かな、こういう通りもある。歩いてないとしても、店の中に入ればある程度お客さんが来てるのかなって。何十年前はもうお店に入り切れなくて、いっぱい道歩いてましたけどね、本当の人でいっぱいです。でこの前の方が富田町の方です。こっちも飲み屋街が大体ありますね、こっちの方ね、東新町とかそっちに繋がってるところです。右の方がね。はい。ということで、今日はこの秋田町近辺をブラブラしてみました。はい。ではさようなら。